理かな。ごめんね。あ、おお、リナリー、ちょうどよかった。こっちかも。二人とも何の話してるの？私は運動部の助っ人に呼ばれちゃってていけないんだよね。リナリ、予定なければ言っといてよ。みんなでお茶行く。リナちゃんボード、こんな時の顔は。うん、どうしてわかったの？ボードの顔変えてないのに。違わない。すごく楽しみ、すごく喜んでる。リナちゃんボード、ワクワク。まあこの流れでムッコーとかは出さないでしょう。うん、私嬉しいとか悲しいとか心で思ってもあんまり顔に出せなくて、話すのも苦手だし。どうすればいいのって泣いてるリナリーを見かねて、アイさんがアイデアを出してあげたのさ。アイさんのアイディア。別に泣いてはいない。私も最初に言われた時は驚いた。本当に気持ちが伝わるのかわからなかったし、アイさん本気で言ってるのって。そんな風に思ってた？特に反論もなく、わかったって言ってたから、てっきり、愛さん天才、ナイスアイディアって思ってるのかと。頭にはいろいろ言いたいことが浮かんでたけど、なんて言っていいかわからなかったし。でも、ボードを使うようになってから、少しずつみんなと話せるようになったし、私自身も、感情を出しやすくなった気がするから感謝してる。うっふふ、やっぱアイさんのアイディアはリナリーの学校生活の明暗を分けた明暗だったんだね。ってことで、そんなアイさんから二人にお願い。お願い？今日の帰りに寄るっていう喫茶店、ケーキがめっちゃ美味しいらしいじゃんか。助っ人頑張るアイさんのためにテイクアウトプリーズ。それってつまりパシリ。リナちゃんボード、了解。リナちゃんボード、ワクワク。顔を見ないで感情を判断できるなんてすごい能力。